この方向、足と足を交差する方向にね、この方向にする。で、そのまま、という感じですね。はい。交差で、ちょっと、押さえて、後ろ足を前に押しとまって、押さえて、後ろ足前に押しとまって、こう押すんじゃ、下に押すんじゃなくて、この手をしっかりこれをね、テープで、自分の手で弱化させて、指をつけて。はい。あの他の人は正面打ちをつけたら裏でこのまま倒して覚えてますこれ初回かなこれを練習しましょう。林さんがうちの道場をつけたきっかけになるわけで下から掴んで手を掴んで、こう相手の肘が上に向くように相手の肘を持って、こういうふうに手を掴んで、で、下から押し掴んだ手を掴んで、そして、この手が
できれば平坦にこの子に慣れてきたら慣れてきたらスムーズに相手だけ動かしてあげると理想的です。まず最初は知ってます。はい、できたら来たら指を押さえて押さえて押さえて、まあ投げるまでは投げるまで、まあ女性とかはやんなくていい、まあウォームアップですね。ここ取れば指をいくら一生懸命曲げようとしてる気もあるから、これここロックしたら指をつくない、ロックしたまま、このままだと取ってられるんで、こっちへ引っ越して、このままで、ままっていうのは、まあ、全員はやらない。真ん中は、あと、もうちょっと大きくなったやん。あとは、交差で、交差で、押して、並べる。で、はい。